やくやっつけたぞ。手ごわい敵だったな。よく頑張ってくれたよ、アグモン。それにラブラモンも。葵を助けるためだもん。これ式のこと平気よ。してる場合じゃなかった。葵さん、大丈夫か？おい、これもうダメなんじゃ。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってねえで寮も手伝え。葵、今行くよ。待っていろ。キュン。ラブラモン、助けてくれたのね。ありがとう。あなたに助けてもらったのはこれで二度目ね。何言ってるのよ。私だって葵に助けてもらったんだもの。それにタクマ、アグモン、一緒に戦ってくれてありがとう。タクマくん、私を助けてくれたのね。こんな怖いものに立ち向かって本当にありがとう。タクマくんってとっても頼りになるのね。いや、僕だけじゃないよ。ラブラモンだってアグモンだって助けてくれたんだ。ほんと、アグモンもすごかったわ。急にものすごいパワーアップしちゃって。ああ、それなんだけど、姿が変わったのはこれで二度目だよね。それってどうなってるんだ？うん、全然わかんない。まるで変身って感じだな。ううん、それよりも進化って感じかしら。過酷な環境変化に適応するため、つまりさっきの戦いのためだけど。進化か。アグモン、どうやって進化したんだ？さあ、僕もよくわからない。でも一つだけわかったことは、タクマの強い思いが僕の中に流れ込んできたんだ。タクマの気持ちに応えたい、そう思ったらさっき進化したんだ。つまり強い思いがあれば進化するってことか。要は心の絆があること、パートナーってことね。パートナー、それなんかいいね。しかし心の絆か、原理はわからないけどちょっと思い当たるな。さて引き上げるか。みんなも疲れてるだろうし。本当だよ。ちょっと落ち着けるとこに行こうぜ。さーてと、あのでかい雲の怪物は倒したし、雲の巣も全部消えちゃったよ。自然に消えるなんておかしいわよね。やっぱり怪物が出したものは普通じゃないのかしら。怪物、毒グモンのこともそうだけど、この校舎もおかしいよね。校舎どころじゃねえよ。外の地形も変わってるってありえねえじゃん。一体ここはどこなんだよ。私もよ、疲れちゃったわ。気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。そうだね、みんな今日は休もう。え、ここで休むのか。私も気になるけど、今日は大変だったし、もう疲れて動けないわ。そ
大丈夫よ、ちょっとは気を使いなさいよ。それに夜に外へ出るのは危険だ。毒蜘蛛のような奴らが他にいないとも限らんしな。そっか他に行くあてもないし、気乗りはしないけど今晩はここに泊まるしかないか。冗談じゃねえ、幽霊もいるんだろ、こんなところで寝られるか。じゃあどこで寝るつもりなんだよ。それは、とにかく今日はいろいろあったしな、心も体もクタクタだ。心っていうか脳みそっていうか、一体何がどうしてこうなったんだか。私にはまだこれが現実だなんて信じられないわ。信じる信じないはナンセンスですよ。だって現実に俺たちの目の前で起きてるんだし。でも正直わからないことだらけなんだ。今はまだ頭の中の整理もつかないよ。そうだ、リョウはどう思う？うるせえ、お前ら仲良しグループで勝手にやってろ。どうせ俺なんて、まったく。さてと、明日のことは明日考えようぜ。とにかく疲れも溜まってるしな。ええ、今晩はここで体を休めましょう。休まるわけねえだろ。だって見たんだろ、お前らだって あの幽霊。幽霊ってどうなのかしら。私はすぐ雲のお化けに捕まったから見てないけど、幽霊なんてあの雲のお化けの糸か何かを見間違えただけじゃないかしら。そうだよね、そこら中に蜘蛛の巣だらけだったもの。お化けじゃなくて毒蜘蛛って、やっぱ蜘蛛のお化けみたいじゃん。そうだな、幽霊の正体見たりなんとやらってやつかな。正直俺もビビりすぎてたかな。そのことなんだけど。なんだよ、リョウ、急にビクビクしちゃって。言いたいことあるならはっきり言ってみろよ先輩。おいおい、あんま調子に乗るなって。いくらリョウが弱気になってるからって。違う、そこ後ろ。大事なことはちゃんと説明して。でもまあみんな無事で一安心だよね。守るから。
何時間も歩いてるのに。教授、まさかとは思いますが、僕たちはひょっとして…そのまさかかもしれないな。この神社には何度も来てるはずなのに、行けども行けども見た覚えのない子たちに、この植物葬はどうしたことだ。なんかそこら中もやがかかってるし、進んでも進んでも同じとこ回ってる感じ。そんな、子供の足でも小一時間かからない小さい山の中ですよ。まさかこんなところで私たち遭難しちゃったの？普通ならば考えられない話だ。だが我々はつい先ほどまで気を失っていたからな。確かにこんなところで遭難などありえない。ありえないことが起きたなら原因も必ずある。じゃあ一体何が？これはあくまで推測だが、例えば我々が何らかの有毒ガスを吸ったとしたなら。やだ怖い。それが原因で方向感覚が狂うことも十分にあり得るし、遭難の一因であっても不思議ではないだろう。私が気づいた時は、季節外れの彼岸花の咲き乱れる木立の中に一人立っていた。そこで君たちの声を聞いて駆けつけたのだが、私と会うまでの記憶を君たちは持っているかね？確かにちょっと記憶も曖昧ですし、周囲は妙な霧に包まれてますが、でもどうして？さて、その原因を探り、ヒントをつかみ、検証し、論証を重ねて解を得るのもまた学級の一つかな。引率の先生じゃないんだからさ、今はお勉強はいいよ。お家に帰りたい。帰還できてもキャンプの宿泊所だし、自宅はまだずっと先だろ。へりくつ言わないで。もうやだ、足が棒になっちゃったよ。今はそんな弱音を吐いてる場合じゃないだろう。帰りたいなら自分の足で歩くしかないんだ。そんなの当たり前だし、別におぶってくれなんて言ってないから。まあまあ、無駄な争いは体力を消耗するだけだからね。なんだったらサキ君は私がおぶっても構わない。いいですよそんなの。当たり前だ。教授に気を使わせるようなことを言うんじゃない。教授も彼女をそんな甘やかさないでください。君も年長者なら頭ごなしに叱るのではなく、彼女を導いてやってはどうかね。とにかく今ここにいるのは我々三人だけなんだ。お互いで助け合わないとな。それはそうですけど。葵ちゃんたちどうしてるんだろう。さっきまで一緒だったミュちゃんって子も。何今の。この辺りならさすがにクマじゃないでしょうし、猿かイノシシでもいるんですかね。どうだろう、警戒は怠らないようにしないとね。こっちよ。これって生き物なんだと。あなたたちって。教授、こんな生き物いるんですか。まさか。あ、これってもしかして伝承にあった例のその獣神ってやつ。嘘。まさか実在したんですか。そんな、ありえない。
そんな本当に。あのね、もしもーし、獣神さん。こら、不用意に近づくんじゃない。だって神様ならもしかしたら言葉も通じるかなって。なんだ、まずい、危険なやつかもしれない。うわ、こっち来た。嫌だ、あっち行って。私たちこいつに追われてたのは凶暴なやつよ。いかん、サキ君、危ない。そんな、教授！嘘でしょ？私をかばって。いや、いっぱい来た！早く教授を助けないと。怪物どもが教授に群がって。来るんじゃない！私に構わず、君たちは早く逃げなさい！でも、このままじゃ危ないよ！お願いだ、修士君。さあ、教授。修士、ね、早く逃げなきゃ。行くぞ、サキ君。いいから逃げるんだ。さあ。そんな。それでいい。大人の私が子供たちを守れないでどうする、修士君。あとは頼んだぞ。待ってよ、修士さん。教授を置いていくなんて、私。教授の思いを無駄にするんじゃない。逃げるぞ。動かさないでくれよ。タクマが起きたの見えたからついてきたんだ。タクマは何してたんだ？何ってことはないけど、ただ昨日は大変な一日だったなって思ってたんだ。僕たちは課外キャンプに来ただけなのに、いきなり岩みたいな化け物に襲われて。グツモンだ。そう、ゴツモンに襲われて、なんとか逃げたと思ったら、校舎はでかいクモの化け物のアジトになってて。毒グモンだな。次から次へとわけのわからないことばかりで、頭がついていかなかったよ。そう？タクマは頑張ってたと思うぞ。必死だっただけだよ。さらわれた仲間を助けられたのは春の協力があったからだし。みんなびっくりしてたな。お化けじゃなかったのに。あれはしょうがないだろう。二人と会った時は僕だって驚いたよ。昨日は結局疲れてすぐ寝ちゃったけど、考えなきゃいけないことはたくさんあるよな。考えなきゃいけないことってなんだ？何が起きてるのか、僕たちはどうなってるのか、それをちゃんと知らないと助からないと思うんだ。そうだな。でもどうすればいいんだ？そこなんだよな。
僕一人じゃ方法も思いつかないからみんなにも協力してほしいんだけど、あとは救助を待つ間ここで生活することを考えると、食料とかお風呂とか寝る場所とか。たくま大丈夫か。やっぱり僕一人で考えててもしょうがないな。みんなにも相談しよう。ああそうしよう。おはようミノル。ああおはようタンクマ。やっぱ夢じゃなかったんだな。そうだな。あんなことがあってよく眠れたよな俺たち。まあ昨日はいろいろあったしな。ああすげえな。朝日の中で改めて見ると本当に廃墟だぜこの学校。あんな化け物と戦ったんだよな僕たち。僕もだよ。俺もな。夢じゃないんだ。おはようたくまくんみのるくん。あ、葵さんおはよう。おはよう葵さん。昨日はよく眠れた。ええ、まだ少し疲れているけれど頭はすっきりしたわ。そっか、ならよかった。ああ。お、りょう先輩お寝坊ですね。うっせえよ、こんな状況で寝れっか。お前らはグースか寝やがって、おかしいんじゃねえのか。まあ両先輩はずっと教室にいたり気絶したりして休んでましたからね。なんだと。とりあえずみんな起きてきたようだし、これからどうするか相談したいんだけど。とにかく昨日はいろいろありすぎで、あのままみんな疲れ果ててバタン9だったもんな。つうか、なんでタクマが仕切ってるんだよ。そうだそうだ。いや、なんでアグモンがそっちに回るんだよ。そういうのは年長者でやんねえとな。葵先輩、リョウ先輩、どうぞ。こんな時だけ先輩って呼ばないでよ。私はどうするもこうするもどうにもなんねえだろ。とにかく俺はおめえらの引率なんてする気もねえし器じゃねえ。知らねえよ。うん、まあそうだよね。じゃあ葵さんは。ごめんなさい、私も頼りにされるほどしっかりはしてないわ。真面目なのに。それとこれとは別でしょ。そんなことないって、葵は優しいし真面目だし頼りになるって。だから買いかぶりよ。私今だって不安で不安で。そもそも今私たちはどうなってるの。子供だけで一晩迷ってて帰ってこないのよ。きっと大騒ぎになってるはずだわ。なのに。そうか、確かにヘリの一台でも飛んでておかしくないよな。朝になっても救援に来てくれる様子もないなんて、一体何が起きてるのかしら。そりゃ山で遭難ならともかく、今いるの校舎だしな。むしろここに人がいない方が不自然だろ。行方不明なのは俺たち以外の全人類じゃねえのか。そんな不安を煽るようなこと。だってそうだろ。見てみろ、スマホも繋がらねえ。どうなってる。人類はもうおしまいなんじゃねえのか。そうでなきゃ俺たちがおしまいって話だろ。確かに行方不明のガキなんて構ってられない、すっげえ天変地異が起きてるとか。
やめてよ。いやだってこの校舎見てみなよ。俺たちが気絶してる一瞬でこれだぜ。周囲の景色まで変わってるんだ。これって何なんだ。異常事態だぜ。パラレルワールドに飲み込まれたか、それかタイムスリップでもしたのかな。謎の超兵器が作動したとか、それで一瞬で校舎が朽ちて地形が変わったとか。いや違うよな。このボロボロさって地震とか爆撃じゃなくて古びた感じだぜ。なあ一体何が起こってるんだろうな。すっげえワクワクしねえか。しないわ。とても不安よ。バカかおめえ。それに昨晩の怪物は何なの。何なのって言うなら言っちゃなんだけど、ファルコモンたちもだぜ。む、俺もか。とにかく今分かっていることは、人の姿が消えて課外キャンプの旧校舎がボロボロになって、そしてその周辺の地形もなぜか見覚えのない形にすっかり様変わりして、そんでもって立ち込める霊の霧で状況がまるでわからない。その霧もなんだか触れると危ないって話だ。話っていうか本当に危ないんだよらしいな。そして何よりここには得体の知れない怪物がうじゃうじゃいる。得体の知れない怪物なんかじゃないぞ。じゃあ何なんだよ。僕たちは僕たち、あいつらはあいつらだよ。だからそれをちゃんと説明してくれよ。説明できるような僕じゃないからね。そんなの胸を張って堂々と言うなよ。ってことで一番賢そうなファルコモンの出番だぜ。うむ、俺か。そうね、お願い。私や悪者じゃ無理かも。心得た。さてどうしたものかな。我々もまた我々の存在に疑問を持ったことがない。ただ君たち人間の世界と我々の世界が別物なのは確かだ。やっぱりパラレルワールドなんだ。その言葉の意味は俺にもわからない。確かに常軌を逸した状況だとは思うわ。でも異世界かどうかはまだわからないわ。だったらこうして人の手による建物がどうしてあるの。それは人間だけじゃなく建物ごと迷い込んだ。だったらこんなボロボロの校舎じゃなくて私たちのいた校舎じゃない。構造は課外キャンプの校舎と似てるけど、やっぱりここの校舎は別物のように思うわ。それに関しては俺もわからない。野山や木々、岩、海、川、それら自然界にあるもの以外の建物の存在はある日突然現れたと聞く。誰がどうやって。さあ、神と呼ばれる存在、あるいはそれに近しい力を持つ同胞なのか。正しいことなど何もわからないし、何よりこの世界の住民は様々な力や姿を持つ。凄まじい力を持つ者、弱くか細い者、何でも器用にこなす者、何もできない者。つまりお前たちのお仲間が作った可能性すらあるのか。手先が器用な奴が人間の建物を真似て作ったとか、何かすごい力で人間界の建物をこっちに持ってきたとか。わからない。ただ俺の知っていることを並べるなら、我々の世界の住民は一様ではない。言葉を交わし意思疎通もできる温和なものから、話も通じない凶暴なものまでいる。そして人間という存在もまた我々の中ではおとぎ話のように伝わっていた。いや実際に接触したのはこれが初めてだ。ただどこからか人間の子供と呼ばれる存在が現れ、我々に力をもたらせてくれるという話だ。あ？それって。
先の毒愚門との戦いでアグモンが見せたようなより強い姿に変化する者もいるとのこと。なんで急に姿が変わってそれで強くなったりするんだ？わかんない。外部の影響、人間との接触なんかが媒介となって急激な変化が起こっているのかしら。優位的な選択変化、すなわち進化ね。本能的にそれを一台で行えるなんてすごいわね。すごいんだ。意味は分かってないけど。俺たちにとってはそれが当たり前のことで疑問に感じたこともないからな。もちろん進化はそれだけに限らないし、人間の子供が必ずしも力をもたらすわけでもない。あるものはそれによって世界が破壊されるというし、あるものはそれによって世界が救われるともいう。あるものは人間の子供を、いや、この話はよそう。とりあえず俺の知る俺たちの存在に関しては説明できるのはこれくらいだ。ミノルの望むような明確な答えも出せず面目ない。いや、今はそれだけ分かれば十分だよ。十分？何も分からないも同然じゃねえか。要は何も知らないくせに何でもありって、そんなデタラメの何を信じろってんだ。あの先輩の言う言葉気にしなくていいぜ、ファルコも。ミノルが言うならそうさせてもらおう。でも確かにどうしたものかしら、はあ、おう、ハルたちも起きたみたいだ。ほら見ろよ、あいつまだあの子たちにビビってる。あいつって言うなよ、仮にも先輩だぞ。仮にもってよっぽどひでえな。ちっ、うっせえな。あ、逃げてった。ハルたちも何か知ってるかもしれないし、一度校舎に戻って二人と一緒にどうするか決めよう。それでいいかな、ファルコモン。うむ、承知した。話の続きは校舎とやらの中でしよう。おはよう。ああ、おはよう。何ちびっこ相手にかしこまってんだよ。おはよう。あ、おはようございます。そういうミノルこそ女の子相手になんだよその態度。紳士だからだよ。ああ、おはよう。みゆきさんだっけ。昨日は幽霊と間違えてごめん。いい、気にしてないし。りょうは、あんなとこにまだビビってんのかよ。みゆきたちといると気まずいんだろう。ギャーッつって気絶してたもんな。つっても隠れるでもなしにあんな隅っこでこっちの方をチラチラ見られてもな。あ、おはよう、みゆきちゃん、はるくん。ゆうべはよく眠れたかしら。うん。そう、困ったことがあったらいつでも言ってね。こんな状況だし、お互いに助け合わないとね。うん、ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃん、みゆきちゃんからすれば私だってお姉さんだもんね。気にしないで、お姉ちゃんはずっとああなんだ。そうなの。怖い目にあってね、僕を守ってくれたんだけど、それからずっとああなんだ。怖い目って
て。ごめん、覚えてないんだ。そう、かわいそうに。それで話の続きだが、他に聞いておきたいことはあるか。じゃあ他には、そうだ、あの霧って何なんだ。とにかくあの霧は危険なんだ。近づくと本当にまずいの。あの霧に飲まれたやつはどうなってしまうかわかんない。多分気配ごと何もかも消えて。だったらもしかしてあの霧の向こうに行けば元の世界に帰れるかもよ。いや無理。絶対ダメ。やめておけ。そうよ、どうなるかもわからないようなことを試して取り返しのつかないことになったらどうするの。うむ、具体的にどうなるかはわからないが、直感的にも本能的にも確実に危険を感じる。まああの霧のせいで気を失ったり変な場所に迷い込んだのは確かだしな。あの霧は危ない。近づかないに越したことはないよ。そうだ、ここでじっとしてりゃいいんだよ。動く動かないは別にして、ここに居続けてもどうにもならないと思うんだよな。とにかく今のままじゃ遠出すらできないよ。昨日から飲まず食わずだし。何か食べられるものが欲しいよね。じゃあみんなで手分けして校内を探してみましょう。いや、やっぱ他に人がいないか探すのが先だって。そもそもさ、課外キャンプ参加者じゃないみゆきたちも迷い込んでるんだぜ。他にもまだ近くに誰かいてもおかしくはないんじゃね。そうだ、そういえばみゆきちゃんたちはどこから来たのかしら。あっち。あっち。あっちってどっち。あっち。あっち。ああ、ダメだこりゃ。ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。ついでにそっちの女も幼児と同じおつむと来たもんだ。りょうくん、それはあんまりよ。とにかく他に誰かいるかどうかはまだ博打みたいなもんだけどよ。そもそもあの場ではぐれた自分たちがこうしてこの学校に集まれたんだからさ、もしかするとサキや修司さんや教授くらいはこの近くにいるかもしれないぜ。そうか、あの神社の祠、あそこにいたんだもんな。だから手分けして探してみようぜ。だからここが異世界かどうかなんてまだわからないでしょ。仮に異世界だとしても、それは私たちの世界とつながっている世界ってことでしょ。そうとでも考えないと、人間の建物までここに迷い込むなんておかしいわ。なるほど、どこかで何か境界が曖昧なところがあるかも。もしそうだったら救援が来る可能性だってゼロじゃないわ。それなら迂闊に動くより助けが来るまで待機してた方がいいと思うの。それは俺も賛成だな。だからその間食べ物とかはちゃんと確保しなきゃ。だからどうせ救助も来るわけねえんだよ。え、教授や修士がいるかも、いるかどうかも分かんねえやつ探してどうすんだ。ここでじっとしとく以外何ができるってんだよ。
じっとしててもどうにもならないわよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。動いたら好転するってもんでもねえだろ。そもそも俺たちは何もしてねえのに、わけわかんねえ状況に追い込まれてんだぜ。だったら何かすれば元に戻れる可能性あるのかよ。意味もなくうろつき回って危険を増やしてどうすんだよ。まあ死にたいやつだけ死ねばいい話だけどよ。さっきはああ言ったけど、これからどうしようかな。そうだね。まあタクマの好きなところを見て回ろうよ。そうだな、行こうか。手になろう。よし、俺が行こう。
俺が行こう。私の番ね。僕の番だね。俺が行こう。オイラの番だね。私も手伝うわ。はやーっ。先を急ぐぞ。俺が行こう。
俺が行こう。俺が行こう。俺が行こう。僕も手伝うよ。スク
クラッチスマッシュ。俺が行こう。
よし、俺が行こう。スクラッチスマッシュ。俺が行こう。
俺が行こう。スクラッチスマッシュ。オイラの番だね。俺が行こう。
よし、俺が行こう。行こう。スクラッチスマッシュ。私の番ね。僕の番だね。私も手伝う。